なんか気がついたらバージョンが変わってましたね。どうもこんにちは、愛知グルコスペアのひろじです。お待たせいたしました皆さん、マイマイニジェールの道第2弾でございます。本当にこの7月から9月めちゃくちゃ忙しくて、なかなか動画を作ってる暇とかもありませんでしたが、ようやくちょっと落ち着いたので、こうやってマイマイニジェの道第2弾を出すことができます。今回はですね、前回キンレイと撮ってからバディーズプラスまでの様子を皆さんに提供できたらいいかなと思います。かなり盛りだくさんの内容となってますので、皆さん楽しんでいただければと思います。それではお楽しみください。どうぞ。マイマイ攻略シリーズ第2弾です。そろそろね、赤13とかもちょっと触っていかないといけないので、いろんな13に触れて、まだ高難度になりましょう。
こいつは厄介そうじゃな。週間が経ったようなトップの時間でございます。今回からちょっとマスター13は封印してマスターは12、12プラで行こうと思います。で、アカウントは13でちょっと頑張ろうかなっていう風に思うので、まあ、スモールステップでねちょっと頑張っていこうかな。
これはやばい、マジで。
とね、今日ねマイマイをやりに来たんですよ。ここどうわかりますか皆さん。ここですね、瀬戸内海なんですよね。今日ねマイマイをねちょっとやりに来たんですけど、ちょっとやっぱ観光したいということで、今日はねちょっとマイマイやめて今日は観光しようと思います。はい、というわけでよろしくお願いします。本日やってきたのは高松のこちらのゲームセンターマックスボールだったかな。さあ今日はですね、もうね遠征先もやりますよ。マイマイいいところにあるんですね。ここでねマイマイやっていこうと思います。さあ初戦です。
音が急に。いかがでしたでしょうか。マイマイ二次霊の道パート2でございました。いよいよね、新しいバージョンになったと思うんですけど、新しいバージョンからはちょっと冷凍を上げるってことにこだわるんじゃなくて、12とか12プラス、まあ願わくば13とかで基礎力をちょっとつけていこうという回にしていこうと思います。なんでちょっとね、二次霊からは離れてしまう部分はあるんですけど、基礎力を上げてね、頑張っていけたらいいかなと思いますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いいたします。コメント欄にね、おすすめの曲とか、なんかアドバイスとかがあれば、ぜひ書いてください。よろしくお願いいたします。それでは、本日の動画はここまで。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。